こんばんばは。すごい荷物ね何かあったのああそういえば明日は雪の予報だったわねそれで買いだめってわけねだとしても買いすぎじゃないかしらそれほど大雪ってわけではないっていう話だったわよ そうね、何が起こるかわからないものねまあそもそもあなたの家に食料品がほとんどないだけでしょうけどよくコンビニの袋持ってるの見てるわよ普段食事コンビニ弁当でごまかしてるんじゃないの栄養バランス偏るわよまあ食料品も自分で買っても。 その袋から見えるカップ麺がほとんどになるでしょうけど生活習慣病にまっしぐらね。早死にしないといいわね。まあわかるわ。興味がなければ料理なんて面倒なだけっていうのは私は自分でいろいろ料理してるわよ。あなたと違って。 料理が別に楽しいいとかじゃないわよ料理するのが習慣になってるだけよ時折面倒な時はあなたのようにコンビニ弁当とかで済ますわそんなにしっかりしてないわふふ <laughs> まああなたはさっさと料理ができる彼女さんでも見つけていろいろ面倒を見てもらいなさい 今後も自分でやることはないんだろうから見つかるといいわねあなたの面倒を見てくれる人 <laughs> 確かにこの言い方だとあなたがペットか子供みたいねまあでも間違ってはないんじゃないの 半分冗談で言ったのに認めるのね気にしてないでちょっと思ったことを言っただけそうだわねえ荷物少し持ってあげましょうか私とあなたの家は隣でしょ気にしなくていいわ何をそんなに渋っているの <laughs> あなたって意外と真摯なのね別に私が女だって言うのなんか気にしなくてもいいのにまあでもそう言うなら持たないわ一人で頑張りなさいまあ隣にはいてあげるからきつくなったら言いなさい手伝ってあげるわそれじゃ 家まで頑張ってね。